We will soon be arriving at 新今宮。はい、どうもー、ねむぽんです。はい、どうもー、ぽんぽんです。皆さん、寒い日の朝はホットコーヒーで温まる、酒で温まる、いや、酒で温まるに決まってるやんかね。はい、ということで今日は朝早起きをしてモーニングビールを飲みに、モーニング発祥のお店に向かいたいと思います。朝なのでまだほとんどの店が閉まってるんですけど、開くよね。疲れちゃって早く来すぎちゃったと。これだけ店が閉まってる新世界ってなかなか見ることないんちゃいますかね。ズボラ屋のフグがいなくなったから、通天閣見える目印が分かりにくいな。おはようございます。オープンしました、元祖モーニングサービス認定店、福正さんです。数々のテレビ取材も来られてまして、人気のお店となっております。あ、そうなんです通りすがりの方も挨拶してくださる新世界、ええとこです。すいません、モーニングセット生でお願いします。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ママはお顔出し OK です。あ、ちょっと やめといた。朝早いですもんね。こんなバサバサ結構、ね、なにもす強烈やね。あ、強烈です。早速やってきました、モーニングセット。このセットで350円です。くまさモーニングサービスは半熟卵と塩昆布がついて、生かチューハイか選ぶことができます。やっぱり人気店なので、オープンできてもお客様がすでにいらっしゃいますね。それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。まずは塩でいただきます。めちゃくちゃ半熟。この食べ方がめっちゃ美味しいらしいんで、いきますね。量的じゃん。うん。うん。すいません、ネットでね、あのなんか肉スープって見たんですけど、うん、今もありますか。あります、あります。あ、じゃあそれもらってもいいですか。はい、メニュー書いてますか、どこかに書いてると思うけど。あ、本当ですか。肉スープどこだろう。やばいな、やばいな。あの俺の悪い癖が出てきそうに、まだ俺はいけさせてやる。酸味やな、待って。酸味。
え、じゃあいいですか、打つても。いいですよ。いきなり変なおっさん出てくる。お兄さん。いや、誰も言ってない。モーニング酒はよく来られるんですか。ああ、たまにはね。仕事終わってから。明けとかですか。沖縄で。あ、それは進みますね。だから今夜の9時半みたいな感じ。感覚的には本当ですね。今おっしゃってたように夜勤明けで来られる方も多いと思います。九条くんなんでこの楽しみがあれば夜勤も頑張れる。まあ、うちも3時まで起きてたから夜勤のようなもんかな。あれじゃないですよ、寒くて震えてるんですよ。この中めっちゃ笑う。あれは謎なってます。僕も言われたらちょっと疑問に、うん、ありがとうございます。おー、うまそう。肉スープ300円です。メニューには載ってない裏メニューです。あれやね、肝やね。噛み始めた瞬間なんかすごい匂いが。優しい。美味しかった。うん、美味しいです。あんまり見てる方が美味しかった。うん。美味しいし、あったまるし。味はさっぱりめなんですけど、肉の旨味がめっちゃ出てます。うん、バファリー以上に優しい。3密や6密ぐらい。こだわり酒場のレモンサワーもらってもいいですか。こだわり酒場のレモンサワー。はい。熊佐さんはモーニング発祥のお店なんですか。そうです。何年からあるんですか。2009年。もうじゃあ11年。11年。おー、すごい。今はそのモーニングでお酒って見ますけど、でもその2009年とかだったらね、あ、すごい。それでこの認定書があるんですね。そうそう、それは新世界の、はい、まあ、町会の偉いさんたちが認定しますよ。すごい。はい、2杯目こだわり酒場のレモンサワー350円です。ストローちゃうやん。肉スープ具だくさんですね。でしんどくなったから休んでます。沼佐さんでは名物が3つあるらしくて、ホルモン炒め、はい、でナンバー2がナンバー2がコリコリ食感ジューリー、ナンバー3自家製ふわふわ卵のどて焼きのおでんだし巻き。どて焼きのおでんだし巻き。はい。どて焼き入ってます。わあ、それも食べたかったけど、肉スープ食べちゃった。やっぱ新世界は店員さん含め常連さんもあったかい方が多いです。肉スープみたいにあったかい。今日は何も食べない。俺も前。で、ほんまにかなあかんや。今のとこ。いや、こっち島宮の9号かなんかいとこやったら、あの、完食です。はい、ということで本日は大阪の新世界にあるモーニング発祥の地、ぬぐまさんに行ってきました。朝から選べるメニューも豊富で、もう大満足しちゃいました。やっぱモーニングビールやな。ぜひ皆様も夜勤明けに、そしてお休みの日にモーニング酒を楽しみに見てみてください。女性一人でも入りやすいかどうかの評価と、女性だけでも入りやすい酒場特集の再生リストを作っておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。モーニング酒したいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、どうも。あー、寒い。